前回メガドライブインに到着して食事をしたとこからの続きです。相変わらず雨が降り続いています。やっと名阪を降りて四日市市あたりです。ずいぶん遅れています。名古屋に入りましたが、ここも車が混んでいます。上を走れば楽なんですけどね。上は名古屋の高速です。そして名古屋を抜けてやっと19号線に入りました。ここからは車は動きます。渋滞は少ないです。でもまだまだ遠いです。ちょっと休憩するところに着きました。ここは私がいつも休憩しているところです。とても便利なところです。いつものご飯屋さんに夕食を食べに行きます。もうこんな時間になりました。この先道の駅とかいろいろあるんですけど、やはりここが結構安いので、そしてスーパーもあるガソリンスタンドもあるので、ついここを利用していきます。まあおすすめのエリアです。まあご飯は6年もある食堂ですが、多分チェーン店だと思います。好きなものを取って選べるのがいいところです。結構私は好き嫌いが多いので、とんかつと冷やしうどん全部で1618円です。結構安いんではないでしょうか。2人分ですから。麻婆豆腐ご飯中、そして何よりこの虎にすごく安いスタンドがあります。前回のスタンドよりは少し高いですが、それでもこの辺りではかなり安いと思います。さてもう真っ暗になってしまいました。今日は草津まで行くつもりだったんですが、ちょっと無理みたいですね。途中に道の駅があるので、ここで少し休憩していきました。もう道の駅も閉まってますね。道の駅は早く閉まるので、食べるところも食べそびれる恐れがあります。さあもう真っ黒です。ここらでどっか泊まる方法を考えなくてはなりません。車中泊でもいいのですが、ちょっときついですね。なので安いビジネスホテルに泊まろうと思います。ああ10時頃ですかね。もともとしないです。やはり夜は松本市内でも空いていますね。昼間になるとかなり混むのですが、右手にあるビジネスホテルに
泊まることにします。ここは携帯で見て2番目ぐらいに見つかったところです。部屋の中の様子です。途中で買ったパンなどちょっと汚らしいですが、もう今日は疲れたので即寝ることにします。次は草津です。次はもう少しいいところを紹介していきたいと思います。草津の観光名所を紹介しています。